これ新山さん車変えたんですか。そうなんです、気づいてくれました。変えましたよね。もうこの間、うん、木村拓哉さんと、うん、あのギャオの番組、うん、木村さんの番組に呼んでいただいて、それこそあの水壇に立ってもらった後に、はいはい、なんか家でオンエアとか見てたけど、はい、ずっとなんかもうダウンタウンさんのワイプの顔ばっかり見てたんですよ。すごい緊張してる番組がちょっとあって、はい、さんと一緒の番組に出演させてもらうんですけど、はいはい、ちょっとぶち込もうと思ってて、ぶち込もうぶち込むんですか。リスナーの方も皆さん視聴者も気になってますよ、僕と一緒に。行きましょう。行きますか。いや、今日本当ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。スペシャルゲスト、中間キャストです。どうもー、よろしくお願いします。いや、2度目で、はい、ありがとうございます。車中トーク出ていただいて嬉しいですよ。こちらこそ本当に嬉しくて、いやーねー、あれもう疲れてます。疲れてないんですよ。そう、実は今日中尾さんのチャンネルに私出させていただいて、はいね、撮影しましたからね。そうなんですよ、ダンスもして、ダンスもして、コースよくもして、はい、なんでね。そうなんで、その後なんでね、はい、そう、めっちゃほぐれてます今。これ新山さん車変えたんですか。そうなんです、気づいてくれました。変えましたよね。そうなんです、なんか微妙に違う気がするなと思って。そう、ポルシェから、はいはい、はい、そうなんですよ、壊れかけたそうなの、ガムテープ貼ったりとかね。そうなんですよ。それでもうあれを直すんじゃなくて、うん、再び買い替えたんですね。いや、結構ね、あれでもね、あの直してたんですよ。はいはいはい、直してたんですけど、はい、もう結構雨漏りが、はい、やっぱすごいするようになって、はい、ちょっとね、あの電気系統というか、この、あのナビの方とかも、はい、いろいろとこう動かなくなっちゃったりとか、はい、うん、音楽も聴けなくなっちゃったりとかもうダメだなと。そうなんです、自分でもいろいろメンテナンスできなくなっちゃったから、ちょっといよいよ。でもやっぱりなと思って、ジープがいいなと。そうなんです。しかもカラーも同じ黒に、ね、そうなんです、してめちゃくちゃ迷ったんですよ、はい、うん、カーキもすごいかっこいいのがあって、はい、特別使用車とか、はいはい、そういうこうあんまりね今走ってないこうカラーのものとかもいいなと思ってたんですけど、はい、どうしようかなって悩んで、また同じ黒の同じラングル、ね、車種もラングルにして。かっこいいですよね、でもね。ですか、まだ小さ、ね、でもそう、ま、そうなんですよ。でもこれにもうなんか14年目、はい、だからこの大きさに慣れてるから一番なんか落ち着きます、うん、見ていた、嘘、この景色普通なんかね、うん、まだ小さいからなんか乗りづらいって思いそうだけど、うん、もう慣れてるんですね。ずっとこれですもん。へえ、そうなんですよ。ねえ、でも乗り換える時とかって毎回本当なんか違うね、それこそ車種にしようかなとか、はいはい、何にしようかなとか、はい、めちゃくちゃ考えるじゃないですか、はい、中尾さんもやっぱりこう自分で買い替えるってなったら同じ車種は行かないですね。行かないですね。ただ僕今乗ってるあの古いアメ車はもともと昔その兄弟車って言われてるようなものには乗ってたんですよ。で、うん、それでまた再び別の古いアメ車を買おうと思って行ったんですけど、うん、結局その兄弟車に一目惚れして乗ってるんで、やっぱり好みってなかなかやっぱ変わんないんですね、意外とね。確かにね、うん、だから結局同じような似たようなところに今はね落ち着いてるんで、ね、ただキリがないですよ、もう欲しいものをあげ出したら。そうですか。もういくらでもなんか車欲しいのいっぱいあるし、うん、乗ってみたい車とか、はい、うん、いっぱいありますね。ジープとかもいいですよね。だからああいうなんかアクロみたいなとこ行ってみてほしいです、うん、なんか体験できるとこありますよ。本当ですか、はい、初心者とかでも全然行けるんですかね。自分の車でわーってこう、すごい坂登ってくとか山道走るとかっていう、そっ
かそっか。か車のアスレチックみたいなとこあるんで、行ってみたら楽しいかもしれない。確かに、ハマったらもう結構スリルあるんで。そっか。はい。高尾さんもね、芸能生活も長いじゃないですか。はい、で芸能生活の中で。チョイスがさんまさんとダウンタウンさんだったらもう若手芸人さんが一番ビビるのにそれこそあの水田を出させてもらった後に、はいはい、あのスタジオのゲストも呼んでいただいたんですよ、はいはい、でその時にあのダウンタウンさんがスタジオに入ってこられる時になんか私があ今日よろしくお願いしますスタジオもありがとうございますみたいな話をさせてもらったら唇のロケめっちゃおもろかったねって言ってくださった時にもう泣きそうになってもうなんか家でオンエアとか見てたけど、はい、ずっとなんかもうダウンタウンさんのワイプの顔ばっかり見てたんですよそう大丈夫だったかなとか私面白いって思われてたりしないかなとかいや大丈夫ですよもうその反応をずっと見てたからそうなんかその言葉をいただいてまた頑張れると思ってあれは面白かったもんな、めちゃくちゃ面白かったですもんね、嬉しいめちゃくちゃ面白かった僕はいや騙されたんじゃないかなと思ったぐらい水曜日のダウンタウンのスタッフさんに騙されてこの企画チャレンジさせられてんじゃないかなと思ったぐらい面白かったですやったもう救われましたかまいたちさんとダイアンさんに本当めっちゃ助けてもらってこっちも笑いそうになっちゃうからそれだけは十分気をつけようと思って笑っちゃいますよねそうなんですよ引っ張られちゃってそしたらバレちゃうから、はい、もうえ俳優さんとかでいないですか、うん、この人緊張したなって人緊張した人いっぱいいるけど誰だろう緊張したけどめちゃ夏木マリさんあかっこいい、ね、そう本当かっこよくてなんか関西弁喋らなきゃいけない役で、ね、もう結構ネイティブな関西弁喋らなきゃいけなかったんですよ、はい、でも方言指導の先生にその
リフは合ってるけど、その発音がちょっと違うからって言って、はい、なんとかちょっと NG になった時があったんですけど、したら夏希さんが全然もう気にしなくていいよ、もう死にやしないみたいな感じで、かっこいいな、その死にやしないの言葉にめちゃくちゃ救われて、気にしなくていいよと。そうなんですよ、夏希さんが言うからまたかっこよくて、はい、うん、もう軽く言うんですよそれを、火鍋ごちそうになったりとか、はいはい、なんかね、こっちが勝手にこうなんかどうしようどうしようと同時気づいてたら、本当にもう楽に全然大丈夫だからっていう感じ、もう私も NG 出すしみたいな感じで、素敵、そう和らげてくださって。落ち込むんですか、例えば、じゃあうまくいかなかったなって時とかって、結構落ち込みます、その後。いや、それは落ち込めればいいんですけど、あんま落ち込まないんですよ。そこが大事じゃないですか。確かに。どっちかというと。そう、本当に。なんで前すごい緊張して、ね、結果出なくても別に落ち込まないって。そんなことあります？そうなんですよ。すぐ切り替えはできるんですね。すごいできちゃうんですよ。最高じゃないですか。なんかすぐ、いや、でもあのタイミングで入ろうとしたところは良かったかなみたいな。いいとこを見つけられるんですね。その中でも。そうなんですよ。いや、じゃあ全然いいですよね。でもそこでちゃんと反省して、もう次にちゃんとこう行かせるぐらい行ければ成長があるのに、すごいなんかね、そうなんですよ。本当ポジティブすぎて、なんか自分が嫌になってきますね。ああ、だから、そっか。中尾さん落ち込みます？落ち込むっていうか、結構、お芝居とかもそうですけど、あのバッチじゃなかったかなとか、なんか出来上がり見ても、もうちょっとこうした方が良かったなとかは思っちゃいますね。中尾さんあるんですね。ありますね。まあ、だからまあ楽しいっていうのもなんかあんのかもしれないですけどね。中尾さん、私ね、明日、はい、ちょっとすごい緊張してる番組がちょっとあって、はい、さんまさんと一緒の番組に出演させてもらうんですけど、はい、もう今から本当緊張してるんですよ。中尾さんね、もうさんまさんと長いじゃないですか。そう、舞台やらせていただいたりするんで、でもちろんそのプライベートでもお食事連れて行っていただいたりするから、そうですね、まあ可愛がっていただいてますけど、いやでも緊張しますよ。みんなします。いや、します、それは。ね、あのご飯ご馳走になったりはしますけども、仕事でお会いするさんまさんはやっぱり大スターのさんまさんだから、やっぱりそれはものすごく緊張しますよ。そうですよね。でも、お会いしたことあるんですよね。そうですね、お会いしたことはさんま御殿とかはい、はい、あるんですけど。娘さんと出てました、さんま御殿。あ、そうですね。そうですよね。で、毎回緊張します。しますよ。あ、そうなんだ。ていうか、新山さん緊張しなそうなんですけど。いやいやいや、なんかドラマも緊張するし、はい、とにかく、なんだろう、現場に入ってどういう空気感なのかなっていうのが、はい、自分で分かるまで、そう、すごい緊張しますね。それって、変な質問、ドラマとか、例えば緊張して NG 出しちゃうとかあるんですか？あ、緊張して NG もそうそう、ないんですけど、緊張しなそうだから、そうですね、なんか。あんま見られないんですよね。そう、絶対そうですよね。何が一番さ、緊張の理由は何なんですか？なんだろう。なんて言うんだろう、さんまさんに会うことへの緊張なのか。なんか、そのこう、私に振ってくださった時の、はい、こうどういう話をしてくる感じなのかなっていうところで、ちゃんと結果を出したいなと思うんですよ。あ、なるほどなるほど。そうなの。だからそこでなんか求めてもらっ
った以上に、はい、なんか、はいはいはい、楽しいこととか爪痕を残したいなっていうことですよね、 その番組内で、うんうんうん、でもその思いがあれば多分、うんうん、もう大丈夫じゃないですか。だってさ、多分さんまさんとか一番嫌なのは、わかんないですよ、僕聞いたことないけど、なんか一生懸命じゃない人は絶対とにかく嫌だから、一生懸命な人だったら多分みんな多分好きなんで、あとは多分さんまさんがどうとって面白くしてくれますよ。ちょうどさんま御殿を一緒して、その日も終わった後に舞台の稽古かなんかがあって一緒だったんですよ。で、前あの、なんもお前面白いこと言わんかったやないかいみたいなこと言われて、いやめっちゃ緊張したんですよとかって言うと、いやいいんだよって、お前役者さんなんだから別に面白いこと言おうとか考えなくていいんだよって言ってくれるんですよ。こっちはでも必要以上に多分なんか面白いこと言わなきゃとか思っちゃうじゃないですか。ちょっと力入ってね。でもさんまさんが俺がもう面白くしてやるからお前ら何でも来いよっていうスタンスでいてくれてると思うと、うん、なんか多分少しは気が楽になるかなと思うんですけど、うんうんうん、心配だな。明日についていきましょうか僕明日も突き抜けしましょうかちょっとぶち込もうと思ってて。ぶち込もう。ぶち込むんですか。そうですよ。ぶち込もう。そうなんですよ。ちょっと楽しみで。今まで話したことがないようなことを話してみようかなっていうことなんですか。そうなんです。あら。うん。結構自分的にも攻めてるなって感覚なんですか、それは。いや、そうですね。大丈夫ですか。だから緊張しちゃって。本当に、だからそのジャッジが、本当に正しいのかなとか、なるほどね。そうなんですよ。そういうことか、そういうこともあるんですね。うん、そうなんですよ。でも、さんまさんの番組だし、もうこれぐらい、行くしかないみたいな、行ってるぞっていう感じなんですね。そうですよ。うわ、それはでも緊張しますね。ここだっていう感じで。それ、うんうん、もうさんまさんに事前に、言ったらいいんじゃないですか、楽屋に挨拶行った時に。なるほど。私今日もう、うん、あ、その内容は言わないで、うん、私今日どこにも話してない、うん、初出し初出しをぶち込みたいんでよろしくお願いしますって言ったら、そっか、何やって、そっか、そっか、気になるなって多分なるんで。すごい、なるほど。そうですね、普通にね、なんか今日よろしくお願いしますじゃなくて、で終わるよりはなって、 ありがとうございます、いいですかって言って、うんうんうん、私ちょっと本当に今までどこにも話してない初出しを、うんうんうん、さんまさんにぶち込みたいんでよろしくお願いしますって言ったらなやって、確かになると思うんですけど、それいいですね、それ言ってきます確かにそこから大事ですもんね。はい、そこからちょっと多分、何やろって多分なって、そっかそっか、そうしよう、うんうん、打ち合わせでスタッフさんには話したんですよね、うん、その時はどんな感じだったんですか。その時はちょっとびっくりされて、一旦あの宮本さん打ち合わせ終わった後にマネージャーさんだけちょっと残ってもらっていいですかみたいな感じで、これって事務所さん知ってたんですかって何それ、ちょっと気になってきたえ、どういうケースか、本当にあの人も大丈夫なんですかみたいな感じの雰囲気になって、あれ私あれそんな変なこと言ったみたいな感じだったんですか。そうなんですよ。これでもしなんか自分的には変わってると思っててもなんか普通にああそうなんやで終わって全カットだったら、あ、宮本跳ねなかったんだって笑ってくれたら嬉しいですあんなに緊張してよし初出しだなんて言っていやいやオンエア見てあれ、うん、何の話だったか結局わかんないじゃんってなったらうん、うん、もう一回僕は YouTube 来て僕が聞きますその話を。優しい。あの全然ダメだったトーク何なんですかって。あれだけ気になってるんですけどあれ何か教えてくださいよ。もう一回話していいですかね。あでもどうしてるんですかねこういうのって、もうすぐ着くよっていう時に閉めるんですか。
いやいや、大丈夫じゃないですか。本当ですか。はい、もう渋滞にはまっちゃったしね。確かに、本当こうやって第二弾も来てもらって、いやいやいや、こちらこそですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また、ね、引き続き何か別の企画で、はい、ぜひぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね。